ファミコンテレビ C1 は、シャープから1983年に発売された、ファミリーコンピュータの機能を内蔵した、ブラウン管テレビ。正式名称は、マイコンピュータテレビ C1。任天堂との共同開発によるもので、ファミリーコンピュータを内蔵している。ファミリーコンピュータとは、コンポジットビデオ経由ではなく RGB 接続されており、画質が鮮明だった。そのため、 当時のファミコン雑誌の画面写真にはよく使用されており、本機種が生産中止になった際は流通在庫を求めて、編集者が秋葉原を探し回ったという都市伝説がある。また、故障して廃棄される際もファミコン部分は無事なことが大半なため、部品取り目的で不動品を買い求めるものがおり、ジャンクも流通した。リモコン機能は搭載していないので、チャンネル選択などは、 テレビ本体のボタンを操作する必要がある。海外版は、n e s 互換気として、シャープ・ニンテンドー・テレビジョンの名で発売された。JR グラフィックというドット絵を描くソフトと、TV ノートというメモ機能のソフトを内蔵し、ドンキー・コング・ジュニアの1面と4面のみのバージョンと、ドンキー・コング・ジュニアの算数遊びのエクササイズを収録した特別版カセットが付属する。 ワギャンランドなどの後期に出されたナムコの作品やモエロ、プロ野球など一部遊べないゲームが存在する。カセットが差し込まれているかの判定に音声用の信号線を使用しているためである。拡張音声が使われているゲームではソフトが差し込まれていないと判定され遊ぶことができない。イジェクトスイッチはない。前面からカセットを差し込む構造上。 ディスクシステムやデータックは使用できない。オプションとして、プレイボックスベーシックというファミリーベーシックと、ほぼ同機能のカセットと、専用のキーボードがある。シャープアートに、ファミリーコンピュータとディスクシステムを統合した、ツインファミコン、ビデオ編集機能付き編集ファミコン、スーパーファミコンとテレビを統合した、SF1 を発売している。プーはファミコン本体のものと異なり、 映像信号が RGB 出力可能なため、改造用に部品取り目的での C1 の買い占め、シャープのサービス部署へ補修部品を請求する動きがあった。ありがとうございます。